島吉スカイ TV をご視聴いただきありがとうございます。令和元年の12月の16日、本日も、ちょっと山に来てみました。こちらの山なんですけども、自分の勘を頼りに、今回、初めて、来てみました。島吉 TV 初登場の山です。それから先日、キノコの、雪の下天然なめこのプレゼント企画を行ったわけですけども、2名様の方に、発送の方、させていただきました。当選者の、発表なんですけども、まず、1人目は、岐阜県にお住まいのケチピーさんの方に、当選いたしました。もう一方は東京都にお住まいの、こちらは安地さんでよろしいですか。すみません、間違ってたら申し訳ございません。安地さんということで、2名様の方に、雪の下天然なめこ1キロずつ合計2キロ、発送させていただきました。もうこの動画上げると多分到着してるかしてないかくらいだとは思うんですけども、もし到着してましたらコメントとかまたいただけたらというふうに思います。それでは行ってみたいと思います。はい、今先ほどちょっと車を止めて、ちょっと少し歩いたんですけども、ですね、まずなめこを取る時の私の入り方を、皆様に、お伝えしようかと思います。まずなんていうんですかね、なめことかですね、栗竹はまあ別としても、なめこの出る場所っていうのは、大体抜き竹が出てることが第一条件です。はい、ありました、なめこです。ここです。ちょっと高いところに出てるんですけども、これをどうやって取るかが問題なんですけど、今日も実は6m50 の、アイテムを持ってきておりましたので、ラッキーです。それでは取っていきましょう。はい、ちょっとした斜面なんですけど、出てました、なめこです。結構ありますね、結構っていうかちょっとあります。ちょっと乾いてますけど、これも取ってきます。これなんか熊ですかね、なんか獣の足跡もあります。なんか結構いそうな山なんですけど、気をつけたいと思います。はい、やっぱりもう今の時期結構上の方になってるのがたくさんあるんですけども、いや綺麗です。ああいった重なってなるっていうのがなめこの特徴で、すごく綺麗だと思います。なかなかちょっと落とすタイミングのとこちょっと写真撮れないんですけど、はい、こんな感じです。いやー綺麗です。ちょっともう乾燥なめこっていうかだいぶ乾いてますけども、虫たち水に戻すと極上に戻りますので、ぜひこういった乾いてるやつも取ってきてみてください。はい、なめこ見つけました。はい、なんかこれちょっとやばいですね。ただ届くか届かないかっていうところなんですけども、ここです。あそことかその上にも全部なってるんですけど、一応届く範囲内で取っていきたいと思います。はい、見えますかね、今ちょっと木に登ってるんですけど、木に登ってると言いますか、ちょっと登れるところがあったので、登ってます。はい、こんな感じで、これちょっと結構いいなめこですね。はい、これも取っていきたいと思うんですけど、今度ちょっと撮影したところもお撮りしたいので、ちょっと新しいカメラを導入しようかというふうに今考えてます。それでは撮っていきます。平竹ありますね、ちょっともう乾いててちょっと大きくなってっていう、大きい、もうなんていうんですか、お化け平竹っていうんですかね、これ三浦君好きなやつです。こういった木を叩いて熊よけたまにするといいと思います。はい、なんかこの山も結構穴場ですね。初めて来たんですけど、なめこあります。下の方にもずらっとあるんですけども、とりあえずいいところだけ取っていきたいと思います。なんか穴場な山発見しました。昨日っていうか前回のなんていうんですかね、企画で当選した方、
2名の方なんですけど、どんな風にしてナメコ食べるんでしょうかね。はい、私の一番のおすすめは、おすすめというか私昨日なんですけど、群馬県ですかね、群馬県の花山うどんって特産品というかあると思うんですけども、それちょっと知り合いの方からいただいたので、それに昨日はむきたけと、栗たけと、なめこ、ちょっとなめこ多めに入れて食べましたね。鍋にして、花山うどんとは最高でした。それに前回ちょっと秋田の方に、なんていうんですかね、はたはたの方にちょっと行ったので、それの時に買ってきたしょっつるを香り付けにちょっと入れて食べました。最高でした。はい、なんでなめこはもう何にでも合う万能キノコなので、ぜひなんかその食べた感想とかなんかコメントいただけたら嬉しいですけども、今日っていうかもう到着しましたかね。動画上げるくらいには到着すると思いますけども、はい、なんか喋ってましたらこんな佐藤さん好きなやつも撮ってしまいました。すみません。はい、やっぱり残っててくれるんですね。残っててくれるんですねっていうか、これ大丈夫ですかね。大丈夫そうですね。はい、こっちの方にも見つけました。はい、根元にまでずらっと、なってます。こっちの方にもなってますね。はい、ちょっと運よくいいポイントに出ました。はい、それでは撮っていきます。はい、こい私の場合ですけど、こういった撮りましたら、この一回割ってみて、もうこういうなんていうんですかね、こういう風な黒い状態だと私はあまり取ってはいかないんですけども、置いていくようにします。これでも若干この茎の部分が黒いんですけども、見えますかね。はい、こんな風になってるものは私は置いていくようにしてます。はい、なので、今回はこっちの方のものだけ、ちょっと取っていきたいと思いますけども、はい、全然違いますよね、今見たやつと。この裏側の部分とか、こういったのはめちゃくちゃなんていうんですかね、鍋物とか味噌汁に最高のなめこです。実は今日初めてこの山来てみたんですけども、さっきオープニングでもお話ししたんですけども、北東向きの山です。北東向きの山です。で、ちょっとわりかし私の経験上なんですけど、これ奈良の木なんですけども、まっすぐ直立に立ってる奈良の木よりもちょっとなんていうんですかね、こう斜面側に出てる奈良の木っていうのがこういう風に反るんですね、上の方。そういった奈良の倒木っていうか、古い木があったら結構激アツポイントだと私は思います。皆さんもぜひ斜面側、よく山形っていうか、私たちではよくへこたぶっていう言い方するんですけど、へこたぶっていうのはなんていうんですかね、山と山の間っていいますかね、こう山と山のこの間っこの斜面、そのへこたぶってよく言うんですけど、そこのへこたぶっていうのはもうなんていうんですかね、湿気も結構たまりやすいですよね、山湿気も結構たまりやすいので、そういったところを一応ポイントとして私は回るようにしてます。真っ平らな山とかはあまりちょっと日当たり山っていうのはあまりキノコにある人は良くないですね。キノコの種類によっても全然違うんでしょうけども、はい、この時期でもやっぱりこれぐらいの群生してナメコが残っててくれるっていうのはいいです、良かったです。はい、そうなんで、とりあえず全部、これから撮っていきたいと思います。はい、今山から下りました。はい、なんか思った以上に取れました。まずはこれはムキタケですかね、
ちょっと黒くなったムキタケ、ちょっとあったので少し取ってきました。あとはこちらはナメコ、ナメコ、ナメコです。はい、ナメコ多分5キロ近くあると思うんですけど、はい、今日は、初めて、来た山だったんですけども、意外にありました。やはりナメコは北か北東です。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次の動画はこちらです。